はい、こんにちは、コカムです。今回はパイロットのドクターグリップ G スペック 0.5 極細の油性ボールペンを紹介したいと思います。はい、ということでこちらは低粘度油性ボールペンということで一回紹介したんですけど、今回は詳しく見ていきたいと思います。はい、ということでこんな感じにパッケージはなってるんですけど、この後ろに特徴がたくさん書いてあって、ドクターグリップっていうシャーペンが結構使われてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらボールペンになっています。で、特徴はね、軸シャーペンとはそんなに変わらないというか全然変わらないんじゃないかなと思います。まあ、そうとは言ってもドクターグリップ知らない方とかもいるんじゃないかなと思うし、持ってない方も多いんじゃないかなと思うので、こちらの特徴を話していきたいと思います。まず一つ目がグリップですね。グリップは結構これこう好きな方いるんじゃないかなと思うんですけど、グリップが二重構造になっていて新しいグリップ感覚を実現させたみたいです。これ2つありますよね。これによってこう持ちやすくなってるみたいです。柔らかすぎず硬すぎずってちょうどいいこうグリップになってます。あとは滑りにくいです。なのでね、シャーペンもそうなんですけど長時間筆記に向いているグリップになってます。そしてもう一つの特徴が最適な重量バランスです。こちらは、ちょっと低重心ではあるかなと思うんですけど、ここの真ん中ら辺が重さが集中していて重くなってます。高重心ではないということは確かなんですけど、これが本当に持ちやすいというか書きやすくなってます。なので重心もしっかりこう長時間筆記する感じのペンになっています。で、これちょっと一回書いてみたんですけど本当に書きやすいんですよね。このグリップ太軸が好きっていうこともあるかなと思うんですけど、グリップも柔らかすぎずっていうちょうどいい感じで持ちやすいし、重量もしっかりしていて書きやすくなってるので本当にすごいんじゃないかなと思います。やっぱりちょっとね、600円と高いですけどこだわりがあるものになっていて使いやすくなっています。ということで早速使っていきます。はい、ということでこんな感じになってます。こう筆跡を見てもわかると思うんですけど滑らかに書けます。こちらね、インクなんですけど低粘度アクロインクになっています。アクロインクっていうのは油性なんだけど、油性ってこうしっかりとした書き味で、ちょっと滑らかではないっていう感じがあると思うんですけど、アクロインキの場合は低粘度ということで粘度が低くてスラスラと水性っぽく書けるようになっています。なので本当に滑らかに描けます。こんな感じでめっちゃ滑らかです。で、あと持ちやすさも加わったり重心がいいということで本当にこう滑らかに描けるっていうか描きやすいです。と描く向きによってはちょっとこんな感じで音がするのでちょっとぐらつきがあるんじゃないかなと思います。はい、ということで紹介は以上にしたいと思います。おすすめな油性ボールペンになっています。最適な重量バランスでグリップも持ちやすくて長期筆記に向いているボールペンになっていると思います。そしてアクロインキ搭載ということで本当に滑らかに書けます。気になった方はぜひチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。